あー気持ちいい、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 あー気持ちよくなっちゃうこれ、あー気持ちよくなっちゃうこれ。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで大型アップデート来ましたね。武器の調整やら、マイアミストライクっていうね小さい、追加マップが来たりとかね、いろいろ来ましたけど、やっぱり一番気になるのはそうですね、武器の調整についてですね。武器のあの調整についてのパッチノートはね概要欄に貼っておきますので、まあ、そちらでね今回ね数がすごい多いので、パッチノートで確認していただければなと思います。結論、僕からのね今回の武器の調整についての感想を言いますと、ほぼ変わらないほぼ変わらないです。そうですね。まあ、74が弱体化されて、横ブレがかなり増えたんですよ。まあ、その74がその横ブレ増えたことによって、まあ、中距離かなりこう、狙いにくくなりました。まあ、リコイル制御すればね、まだなんとかいけるんですけど、まあ、ほんと、e スポーツルールでは、そのクリグと AK74、その AR と SMG のバランスっていうのは、すごく良くなったなと思います。で、他の武器に関しては、すごくね、ビビたるアップデートなので、弱体化だったり、強化だったり、ほとんどね、変わらないと思います。最弱武器が、まあ、普通に使える武器になったかな、程度だと思ってください。まあ、ミラノとかね、だいぶ最弱からかなり、まあ、SMG のランキング的に、まあ、3位ぐらいまでに上がったのかな。SMG に関しては、やっぱり 74U がね、クリンコフが、やっぱり一番強いですね。なんだかんだ言って。SMG の方は 74U がね、ド安定なんですけど、AR の方ね、僕的になんか今回のこの武器調整なんか新しいメタが来るんじゃないかなって考えてたんですけど、まあ一番可能性あるのは FFAR かな。いや、このこいつね、まあブレ関連の確か調整が入ってて、まあ本当にちょびっとなんですけど、でもワンチャン今回のアップデートでメタの可能性あるのこいつぐらいかなって思うんですよね。なので今回はそれを試してみたいと思います。というわけで、今回もよかったらチャンネル登録高評価ね、ぜひめちゃくちゃモチベーションになるのでよろしくお願いします。バレルは外せないかな、まあ、ちょっと一旦これでやってみて、やばかったらフルアタッチメントを戻しますか。一回、おお、プルプルや、プルプルする。これ上じゃね、上にいるよね、上にいるよね。もう一度やって後ろ湧いたかな、あー湧いてた。いやちょっとあれは逃げとこうか。あれ？あれ？いやー、クリンコフリベレータースケート横移動遅くなっちゃうんで、つけれないですね。SMG で横移動遅いのはもう、ノー。ノーです。ありえません。点差すごくない？大丈夫？これ。あれ？もうなんか、いけてない？もういけてくる、いけてるくない？あ、いけてるくない？全然いけてくれないこれ。あ、これま、うわあ！見えたか。まあ、見えてるよな。そりゃ。あ、いけてるくない？いけてるいけてる。あ、全然いけてる。あ、全然いけちゃう。全然いけちゃう。また外周来てるんちゃうか、これ。降りない。ん？点差すごいんだけど。来た、エリアに。打ち合いが、もうちょっと打ち合いがしたい。熱い試合をしたい。いけてるくないのか。おいおい、全然いけちゃうよ、全然いけちゃうよ。おお、これ。来てます、来てます。メタ来てます、これ。やっぱメタ来てます。あーべー、二人は無理だ。うん。162対 1？ あー、後出し。いけてます、いけてます。ミスった。
おお、トリプルキルしちゃうそれ。後ろ来てない？今のトリプルキルですよ。あ、やべ。はい。ああ、なぜ敵の方に出してしまったんだ。あ、いけちゃってるよ、これ。うえい。メタ来てます。来てます、来てます。見ましたか今の。中距離、近距離の生き残り。こっちは見えてますからね。こっち見えてますから。あー、臭い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 。あれ気づかれてんじゃね？気づかれてるよね。これ登るんです。ノー！あー、さすがに厳しいですね。106、え？186対 6？ あ、そこにいる。はいー。やばい。バレてるよね。でも生き残ってしまう。後ろ来てますよ、皆さん。後ろ湧いてますね。完全に湧いてますね。1枚だけか？下、潜り込んで。あ、来てますね、これ。完全に来てますね。あ、ほら、完全にメタ来てますよ、これ。これは BO4 のマドックスですよ。多分。ちょっと試合が終わっちゃうな。あんまキル伸びなかったね、これはね、さすがに。いけちゃうね。いけちゃってるね。ん？登ってきた。ああ、くっついた。セムテックスがでかいのは相変わらずですね、これね。特に何も変わってないですからね。よしよし、これ右ロン空いてるから、覗いて。あ？どうですか？手前。あそっ、いやー、なんだ今のこれは。あの距離抜けないでどうするんですか？おー！うん。うん、危ない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 。この距離はね、この距離はね、上74ですから、もう。グローザもね、強い、グローザもね、強いなっていう思う距離がね、74の距離なんよね。よしよし。なんか今いい感じにリコイル制御できたな。何が違ったんだ？え、これちょ、一回これ XM4 を使ってみよう。ちょっと。これで、一回 XM4 を使うと。ああ！なんだ今の！ここで、一回、戻ってみる。うん。ああ！ああ。ああ。ああ、なるほどね。そういうことですか？これ。ああ、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 あっ、あっ、おお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 おああ。ああ、誰だ、俺。やべえ、やべえな、これ。え？ちょっと他の武器ブレすぎじゃない？そんなブレさせる必要ある？
あー、デュアルに勝っちゃう、デュアルに勝っちゃう。あー。あー。どうしよう。デュアルに勝っちゃった。デュアルに勝っちゃったよ、これ。え、み？よいしょ。横に姉がいるのでやめてもらっていいですか？失礼しました。